アリー・ヘリット・ファン・フリートは、オランダ、ウルデン出身の自転車競技選手。1936年のベルリンオリンピックにおいて、1km、タイムトライアルキン、メダル、スクラッチ銀メダルと活躍。また同年の世界自転車選手権、アマスプリントも制覇。1937年に、プロ転向。同年の世界選手権、プロスプリントでは、 ベルギーのジェフ・シェーレンに決勝で敗れ、シェーレンの同種目6連覇達成を許したが、翌1938年の同大会同種目の決勝では、シェーレンを下し、7連覇を阻止した。1948年の世界選手権、プロスプリントでは、フランスのルイ・ジェラルダンを下して2度目の世界一。 また1953年には、イタリアのエンツオサッキを下して3度目の世界一の座に、ついたが37歳での世界一達成ということが評価され、同年のオランダスポーツマン・オブ・ザ・イヤーに輝いた。また、国内選手権、スプリントでは13回の優勝歴を誇り、グランプリド・パリでは4連覇を含む5回の優勝を果たしている。1957年に引退。ありがとうございます。